ばんは。めちゃめちゃ寒いですね。島に着いた瞬間に雪降ってました。もう1月25日か。ねえ、寒いですね。自転車何回も滑りそう。危ない。サドルネック、いやこれチャック。めっちゃ顎長い人。そうなんだ。あのお弁当売り切れるのが早いってことね。外で雪だるま作った。かわいい。北海道マイナス25度、大変すぎる。シャンソンって音楽の選択肢が増えた記念日。シャンソンめっちゃおしゃれだった。オーシャンデリゼ、オーシャンデリゼ、いつもぬれなぬれなあなたで。新春っていつからいつまでを指すんじゃろ。こんばんは。そろそろ1ですが、ほんと新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー。こんばんは。早口言葉結構得意なんですよね。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。ほら、めっちゃ。あ、そうなんじゃ。新春ってそんなに、まだ冬じゃん。おっと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 ってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとっとみたいなやつ。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。黄巻髪、新人歌手の新春シャンソン賞、新人歌手の新春シャンソン賞、新人歌手の新春シャンソン賞。隣の竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。
言葉難しい。早口言葉面白い。第1位、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はなまだ謎なのだぞ。こんばんは。マジ貧しい魔術師、マジ貧しい魔術師、マジ貧しい魔術師。これむずい。マジ貧しい魔術師。マジ貧しい魔術師、マジ貧しい魔術師、マジ貧しい魔術師。これ難しい。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。ここはいけるわ。ブビマママズス。にゃんここにゃんこ孫にゃんこ、にゃんここにゃんこ孫にゃんこ、にゃんここにゃんこ孫にゃんこ。マグマ大使のママはマママグマ大使。マグマ大使のママはマママグマ大使。マママグマ大使のママはマママグマ大使。マグマ大使のママはマグマババマ。ああ。かけっこでこけかけた過去。皆さん言えますか？かけっこでこけかけた過去。せーの。かけっこでこけかけた過去。かけっこでこけかけた過去。かこっくこで。かこっこっこっ。かけっこでこけかけた過去。かけっこでこけかけた過去。かけっこでこけかけた過去。もうこれ面白いな。かけっこでこけかけた過去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 。これ難しい。カピバラカッパをかっさらう。カッパ葉っぱになりすます。カピバラカッパをかっさらう。カッパ葉っぱになりすます。カピバラカッパをかっさらう。カッパ葉っぱになりすます。おあややおやにおあやまり、おあやややおやにおあやまり遠い、おあややおやにおあやまり。これ歌の発声練習でやってた。おあややおやにおあやまり、おあややや親やにおあやまり遠い、おあやや親に お あやまり、おあややや親に お あやまり遠い、おあやや親に お あやまり、おあややや親に お あやまり遠い、おあやや親に お あやまり、おあややや親に お あやまり遠い。ってやった。ラバとロバを比べたらロバかラバか分からなかったって。ラバとロバを比べたらロバかラバか分からなかった。ラバとロバを比べたらロバかラバか分からなかった。ラバとロバを比べたらロバかラバか分からなかった。買った片たき機高かった。買った片たき機高かった。これ難しい。私的に買った片たき機高かった。買った片たき機高かった。買った片たき機高かった。ドジョウニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロムニョロニョロ。こういう系はいけるな。引き抜きにくい引き肉は引き抜きにくい温かい肉。早口言葉激ムズ長い。英語の世界一難しい早口言葉があるんですって。神アニメ、神アニメ、神アニメ、神アニメ。よぼよぼ病、よぼよぼ病、よぼよぼ病。のだだな、のだだな、のだだな。確かに難しい。秘書地で秘書とひそひそ話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 。骨粗鬆症、粗鬆症素。わ、これ
空虚の九州空港の究極高級航空機、これめっちゃ流行ったよね。シンシェルズ、え、わかんない、ちょっと待ってね。この子なかなかカタカナ書けなかったの、なかなかったかな。あ、新春シャンソン歌手の新春シャンソン賞。どこにあるんやろ、英語。一番下、ページの一番下。ザ・シックスス・シック・シェイクス・シックス・ス・シープス・シックだって。6人目の病気の族長の6番目の羊が病気だって意味ですって。ザ・シックス・シック・シェイクス・シックス・ス・シェイ・シープス・シック。でもちょっと発音があったんか分からんけん、あれだな、外国の方的には難しいんだろうね。 The six six shakes The six six shakes Six sheep six The six six shakes Six sheep six The six six shakes Six sheep sixTH をさ、つってやったらさ、難しいですね。貨客船の旅客と旅客機の旅客。これ難しい。貨客船の旅客と旅客機の旅客。貨客船の旅客と旅客機の旅客。これ難しい。貨客船の旅客と旅客機の旅客。旅客がめっちゃむずいわ。むずい。貨客船の旅客と旅客機の旅客。ん？旅客機？旅客？ん？貨客船の旅客と貨客船の旅客と旅客機の旅客。めっちゃ難しいこれ。言ってみてください。言えたら言えたって言って。貨客船の旅客と旅客機の旅客。なんで同じ漢字なのに旅客機と旅客って言うんじゃん。話し会で聞きたいな、皆さんの早口言葉。今日のノルマ、早口言葉3つ毎日ツイッターに載せてさ、3つ言えた方には3つ言えた方には何か。こんばんは。すごい、めっちゃ長いのある。農商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局。許可局を4個特許局と国庫局。
これ、あれだ、あれに出てくる、今日の生だらなら、今日の生だらなら生マナガツオ、生麦のもごめの卵、あれが難しいんですよね。あのウイロウリ拙者親方と申すが、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町を過ぎなさいお過ぎなされて青物町へ上りへおいでなされれば、欄干橋トレヤ東江門、ただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまする。岩町より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔天の国の当人ウイローという人我が城へ長町へ来たり、なんか鼻の周りに絶対チョコか邪魔の毛がある。ウイローという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、用いるときは一粒ずつ、かぶりの隙間より取り出す、よってその名を帝より東鎮光と賜る。すなわちも文字には、文字にはものによって違うんじゃね。よってその名を帝より東鎮光と賜る、すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮光と申す。ただいまはこの薬ことのほか世上に広まり、方々に偽看板をいたし、いや小田原の、灰田原の、三田原の、隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってういろうといたしは、んいたしたわ、いたせしは、あれ親方宴祭ばかり、もしやお立ち会いのうちにご存知の熱海か遠野沢へ当時、熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまさる、なされまするな。お守りならば右の肩、お下りなれば左側、八方が八つ棟、表が三つ棟、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御紋も御社名あって経図正しき薬でござる。いや最善より家名の自慢ばかり申しても、ご存じない方には精進の小姓の丸の見白川よ船、さらば一流食べかけて、その気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一粒舌の上へ乗せまして、腹内へ収めますると、腹内だったか、いやどうも言えぬは、いかんはいかんが、いかんはいかんが健やかになって、薫風飲んでよりきたり、甲虫微量を生ずるが今年、魚鳥きのこ麺類の食い合わせ、その他万病息をあること神のごとし。さてこの薬第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる、ひょっと舌が回り出すと家も建てもたまるのじゃ。これ違う腹内へ収めますると、そうよ、胃、心、肺、肝が健やかになり、なって薫風飲んでよりきたり、甲虫微量を生ずるがごとし、義、腸、キノコ、麺類の食い合わせ、その他万病息あること神のごとし。さてこの薬第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる、ひょっと舌が回り出すと矢も盾もたまらぬじゃ。そりゃ回ってきたわ回ってくるわ、あわやのんどさたらなしたに影差し音、玉の二つは唇の形状、会合爽やかに
おかさとのほもやらは、おこそとのほもよろを、ひとつへぎへぎにへぎほじはじかみ、ぼんもめぼんごめぼんごぼう、つみたてつみもめつみざんしょ、しょしゃざんのしゃそうじょう、しょしゃざんのしゃそうじょう、こごめのなまがみ、こごめのなまがみ、こんこごめのこまながみ、こんこごめのこまながみ、こなまがみ、こんこごめのこなまがみ、しゅすひじゅすしゅしゅしゅしん、しゅすひじゅすしゅすしゅちん、親もかへ、子もかへ、親かへ、子かへ、子かへ、親かへ、ふるくりの木のふるきり口、馬がっぱか、番がっぱか、貴様の気半も川気半、我らが気半も川気半、しっかーばかものしっころびを見張り張りながにちょっとぬうてぬうてちょっとぶんだせ。河原なでしこのぜきじく、のらにょらいのらにょらい、みのらにょらいにむのらにょらい、ちょっと先のおことぼけにおけつまずきゃるな、細溝に、どじょにょろり。今日の生だらなら生まながつをちょっとしごかんめ、お茶たちょちゃたちょちゃっとたちょちゃたちょ泡だけ茶せんでお茶ちゃっとたちゃ、来るは来るは何が来る、荒野の山のおこけら小僧、たぬき100匹箸100膳、天目100杯棒800本、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグブグ、合わせてブグバグムブグバグ、キクックリキクックリミキクックリ、合わせてキクックリムキクックリ、麦ゴミ麦ゴミミ麦ゴミ、合わせて麦ゴミム麦ゴミ、あの投げしの長野ぎなたはたが長野ぎなたぞ、向こうのごま柄は絵のごま柄かまごま柄か、あれこそほんのまごま柄、ガラピーガラピー風車、おけがれこぼうしおけがれこぼうし、ゆんべもこぼしてまたこぼした、タープポプタープポポ、ちりからちりからつったっぽたっぽたっぽいっちょだっこ、落ちたら煮てくを煮ても焼いても食われぬものは、ごとく鉄球金熊同時に石熊一餅トラグマトラキス、中にも当時の羅生門には茨城同士が腕くりゴンゴをつかんでおむしゃる、かの雷魂の膝元さらず、ふな金柑しいたけ定めて、五段のそば切りそうめん、うどんかぐどんなこしんぼち、こだの残したの後継にこみそが壊るぞ、こしゃくしこもってこすくってこよこせ、おっとがでんな心得たんもの、川崎金子の鳩ヶ谷とつかは走っていけばやいとをすりくむ、やいとをすりむく三里ばかりか、藤沢平塚大忙しや、小磯の宿を七つを期して蒼天蒼蒼蒼州小田原東鎮湖、隠れござらぬ貴賤君子の花のお江戸の花運色、あれあの花を見てお心をやわらぎゃといううぶこはうこに至るまで、この運色のご評判ご存じないとは申されまいまいつぶり、角出せ棒出せ棒棒まゆに、薄きねすりはちばちばちガラガラガラと、羽目を外して今日おいでのいずれも様にあげねばならぶ、あげねばならぬ、売らねばならぬと息勢引っ張り、逃亡世界の薬の元締め、薬師如来も昇乱あれと頬をやまって、ういろうはいらっしゃりませぬか。これ何も見ずに言えるようになりたい。こんばんは。一回それを目指してね、これのね音源を聞いてた時ありました。リスニングで覚えるみたいな。昔言えたね、すごい。ミブグバグ音源あるんですか。あ、そうあるんですよ。最近落語ブームちょっと来てるから。リコチンもねまた出るよね。こんばんは。スピードランニングじゃない、全力の落語見てみたい。でも全力でしたよ、この前やった時、落語挑戦した時。ミブグミブーグバーグブ、武器の武に工具の具に、ミブーグバーグ馬に工具の具、お知見の方とかいらっしゃった。なんかある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 始めてる方がいる。
どこへ行こうか決まっていない青春だから、頭の回転が必要ですよね。速さが。手間っぽいアバターあった。確かにぽい。かわいい。いいね、それ。こんばんは。寒い。でも寒さ対策結構してますよ。私の声ってハスキーなんですかね。あ、はい。も引っ込まない。そうなんや。見に行きたいな。ミツキーの声。ハスキーとは少し違う。なんなんちゃら。見に行ってみたい。ノイズの入った声。いいんだったらヨークシャテリア。私？センスも使ってました。前キラキラ。こんばんは。天ぷらとフライの間。難しい表現。天ぷらとフライ、私ね、ラーメンとかすすれないんですよね。そばもすすれない。落語ででしょ。どうやってやるんじゃろう。今日大丈夫ですか。おが好き。すごいマニアック。すれないか。なんかね、一時期そう麺類のスランプというか、ふうってあったかいものを食べるときとかさ、絶対なんか口笛になっちゃうときがあって。その現象に陥った時ぐらいから目もすすれなくなった。なんかでもすすってる感じは出せる。こうフッとは言えるけど、吸い込まれてはないみたいな。
近所の落語を見に行ったのが遠い昔のような気がする。でももうちょうど1年前ぐらいじゃないですか。あの1年前ぐらい、ちょうど1年前ぐらいに私が今の時期、やばい大丈夫かなってなってた気がする。18ページぐらいの台本をさ、一人でさ、ずっと言わんといけんかったけんさ、よう覚えたよね。そう、髪切る前だったけん、誕生日2月にやったもんね、落語。超絶フリック、キムチ、チキン、カムジャパン。花は会えた。ひなぎく難しいんですよ。ならなら、あ、そういうんじゃないかな。よく覚えてますね。ならなら。月に村雲、花に風。皆さんこの言葉ご存知でしょうか。どんなんだったっけね。満月、せっかくの満月が出ていても雲に隠れて見えない。満開の花が咲いても風で吹き飛ばされてしまう。いいものには必ず邪魔が入り長続きしませんよっていう意味なんです。さて、今からお話しする花と陽子、こんなんだったよね。みんなのスケジュールが揃ったということで、こんなよね。今日は恋ラジで広島に帰ってきて、恋ラジの後にリモート稽古をしたんですけど、やっぱ難しいね。もう落語覚えてないの台本。リモートだとセリフなの。そうそうそう、春は桜、夏は海、秋は月、冬は雪。確かに。鳥居と一瞬で終わってびっくりした。そうだな。私もなんかさ、なんて書いたらいいか分かんなくて、こう。でも前回さ、お仕事とかぶってて、鳥居と受付始まった瞬間にさ、こう告知できなくてさ、あ、もう申し込めなかったって言ってらっしゃる方が多くいらっしゃったので、なんか言った方がいいよなって思って、
なんかどうしたらいいか分からなくてリツイートだけしたんですけど、まあ後からね言ったけど、ありがとうございます。もしこの中に送ってくださった方がいらっしゃったら。前回なかったくない？稽古期間中のってあったっけ？こんばんは。前回ってリアリバ？ん？リアリバか。こんばんは。闇を照らす星に願いを。そうですよね。申し込もうと思ったけど間に合いませんでした。うん、そんなさんありがとうね、優しい。このサービス STU でも投入したらどうなるんやろね。何を送る感じだろう。また本番も多分ねあると思うので、送りたかったって思ってくださる方がいらっしゃるのなら本番お待ちしております。ありがとう。よかったね。優しい。トリックオアトリート。ファンからしてもいいシステム。そうなの？いいですね。笛ラムネの中に入っとるやつ好きじゃもん。あのちっちゃい箱に入ってるちょっとしたやつ、みんなで演奏できそう。確かに吹く人によって音程とか違うんかな。スコンブとかやさそう。なんか渋選ぶであり。面白い。寒いな。暖房つけとんのに寒い。みんなで笛ラムネは絶対絆深まる。うんうん。ね。でも雪がキラキラしててめちゃめちゃ綺麗でした。本当に。雪の中にダイヤモンドが埋め込まれとんじゃないかっていうぐらいキラッキラだったんですよ。来たぞ来たぞあれちゃん、キー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 テキ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 ピピピピピポーラちゃんもね。ななみしのロイヤルなんちゃらないかも。みちの瞳には劣る。その中で佇むみちが一番綺麗。なんでそんなキザいん。今日の恋ラジで歌よりもたくさんいただいてありがとうございました。2月出られないので置いてきたっていうか、あのね、明けましておめでとうございますと、あの早めのバレンタインでねお土産を
なんか可愛いお土産をね置いたんですよ。なんかちょっと多く持ってってたっぽくて、一個余って、あのコイラジのねお菓子ボックスにね、私が置いたお土産、バレンタインの品が置いてあるから、明日のソラハちゃんが、私が差し入れしたということに気づいて食べるかなって。どうでしょうか。今日ねチョコパイプレミアムが置いてあってね、2個持って帰りました。まだ食べてないけど、プレミアムのチョコパイだよ。だってプレミアムじゃなくてもプレミアムって言うつけていいほど美味しいのにさ、そのネガプレミアムのね、プレミアムってどんだけプレミアムなんや。プレミアムすごそう、やばいわけみたい。確かにそう、ずっと置いてくださる。チョコパイが好きって言ってからずっと。優しいよね小平寺さん、ありがとうございますそれでは壇上を読んでいきたいと思います。13位さやさん、12位ふーさん、11位きみさん、10位じゅならごさん、9位丸三角しかーくさん、8位長谷川さん、7位ブルーさん、6位イシケンマシーンさん、5位ホージェさん、4位坪雄介さん、3位マサさん、2位コイラチ楽しかったヨウさん、そして1位ドゥルルルンジャジャン電脳さんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22ドゥルルルンジャジャンマモルンさんでした。ありがとうございます。クセ強。皆さん寒いけどあったかくしてゆったり寝てくださいね。うん、今日は布団が極楽だきっと。それではまた、おやすみなさい。バイバーイ。